まあ多分転がるでね、やっつけちゃう。転がるって 岩？ノーマル？ノーマルだよね。水だらがいない！俺は一人ぼっちになってしまった。辛い人生だ。ムンナのあの変わりようには驚いたな。やっぱダイダラをさん付けするやつにろくなやつはいない。いやいやいや。みんな俺のことさん付けで呼んでくれてるやろ。ねえ。もう呼んでや、ちゃんと。ドグドグドグ、あ、こっち、そっちにはいないロンク。こっちを探すロンク。あ、もう来たの？早すぎだろ。くそ、継承つけてくれる人がいなくなったんでね。みんな俺のこと継承つけてくれ。さて、手持ちのアイテムを少し預けましょうか。くそー。なかなか、辛いものがあるな。裏切られるっていうのは、信じていた人が、実は黒幕だったとか、ねえ。もう、何のため俺はこのポケモンの世界に来たのかっていうのが、全くわかんなくなってきちゃった。ねえ、ダイダラさん、ダイダラくん。ねえ、ダイダラ様でいいで、様で。ねえ、いいよ。月に様って呼んでいいよ。ちょっともうなんか敵強いんやけど、転がる。よし。みんな力玉。みんな力玉。あ、いいもんゲットしましたね、いきなり。ダイダラザマーじゃない。ダラピッピじゃない。ダラピッピってダイダラ以下だから、ねえ、誰かわかんなくなるでしょ。俺じゃないよね、それ。なんか後ろから白いの来てたで。誰あいつ。なにこいつ。なに？ロアルドロスみたいなやつ。何ポケモン？コモルーか、こいつ。進化した何やんの、こいつ。ポケモンわかんねえわ。ボーマーザの前、ボーマーザにやんの、あいつ。やべえじゃん。俺、ボーマーザ捕まえるわ。おー。あれ、ダイダラのファンだよ、痛いで。よし。お、階段発見。登っていきましょう。ねえ、ロワルドロスっぽいよね、ほんと。モンハンダブルクロス発売を決定おめでとう。よし。だいたいポケモン1からやり直せば、俺ポケモン無知すぎるからな。まあ、無知ぐらいでいいだろう。もう俺に、にわか、ポケモンにわか勢代表として頑張るから、これから。応援してね、みんな。こいつ、防御力低いな。お、いいねー。ダイダラレベルアップ。あ、新しい技覚えた。ヒートスタンプ。自分が相手より重いほど威力が高い。うわー、俺体重軽いから。ちょっとこれ難しいです。ヒートスタンプ。進化前だから絶対いらないよね、これ。ねえ、今後は欲しいかなって感じですけど、今は、そうね、いらないよね、ほんと。はい。めっちゃ強いじゃん。いやいや、俺体重軽いから無理やって、みんな。ちょ、無理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 です。もっと太らないと、いや、ご飯とか、いっぱい食べれません。ぺ、おー、火の粉。うわ、竜が、ちょっと強い、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 強い。せめて引っかいてくれ。うわ、爪とが、いや、待て、待て、強いことしないで。えい。危ねえ。怖いわ、敵。体重いくつよ。大百科参照。よし。軽いよ、俺。もう。ガリガリだもん、自分で言うけど。さて、行くか。さあ、暁の山岳。でもなんか今、俺何していいか全くわかんないよね。水だらもいない。ねえ、ムンナは裏切り者だったで。ねえ、帰り道もわかんなくて追ってから逃げるっていう生活。なんか先が見えない恐怖だよ、これ。どうしたらいいんだ、これ。これは。反応面白かったって言うね。してたん？これ、どんでん返しやん、完全。とにかく逃げろって分かった。ね、どこまでも逃げるわ。地の果てまで逃げるわ、俺。任して。なんでぼっちなの？なんか友達がみんないなくなった。ほんと。マジで辛い。ねえ、俺たちの学生時代を思い出すよな。さあ、中間、これで突破ですかね。ほんと、ガンガン行きましょうか。借金取りに追われてんの？まあ、多分そんな感じ。サザンはどうなの？あ、そうか、サザンドラと合流するっていうワンチャンあるよね、ほんと。サザンドラだったら、で、ギガイアスとか、
全部やっつけてくれそう。いや、やっつけれるでしょ、ぶっちゃけ。仲間だと思って、いや、仲間でしょ、絶対。いや、これでサザンドラにも、ダイダラ殺すとか言われたら、俺、誰を信じたらいいの本当に。もう、人間不信じゃなくて、ポケモン不信になるよ、本当。この世界のポケモンたちと一緒だよ。誰も信用できない。ねえ、希望がない。もうなんか先行き不安の、ねえ、人生送っちゃうことになっちゃうから。それは避けたいよね、ほんと。ヒヤップだけ死んじゃう。いや、ヒヤップとか無理やって、ほんと。こっちんちんちんか。うわ、外した。さあ、行き光線。ちょ、なにや、こいつらもう。くそ。誰、強すぎるぞ、お前ら。ちょ、強い、体力多すぎる。は。やばい。おれーん。痛い、お見通しも痛いんだよな、ほんと。吸収に当たりやすくなった。困ります。お客様、よし。ね、ゴチミル強かったね。あの、ポケモンのね、ポケパークとかじゃ、ゴチゴチちゃんはね、すごい強かったんですよね。さあ、合流マント、あ、合流か。合流かと思ったけど、合流だね。そう、蝶のこの花思い出した。なんか蝶ポケダンもなんか強いのやついるのいっぱい。やだよ。あ、オレンの実ありがたい。カゴの実。チーゴの実。木の実いっぱいいるな。ポケパーク3はよって。なんか、Wii U でポケパーク出てほしいよね。ポケパーク俺好きだったな、結構。面白かったよね。ほら。よし。なんだ。ムンナどうなったの？ムンナはね、クソ野郎でした。ね。わからん。よし。みんなクソ野郎だよ。やっぱ誰も信じていけねえんだよ。うわ、出た！おやすみ！おはよう。クソ、罠をちょこちょこ踏むのがムカつく。お、タマゲット。あちゅまれーって。でも誰も仲間はいない。集まってくれる友達もいない。俺はどうしたらいいんだ。広いな、ここ。よし。やめろ。わあ、眠くなってきた。やばいって、眠るなよ。よし。おはよう。よし。ダイダラゴッチねえな。あ、よしよしよし、行こう。あ、もうクリア。早くない？ちょれえんだけど。やっと逃げられた。だいぶ疲れが溜まってる。でも、先に進まないと。行き止まりだー。下降りろ、下飛び降りろ。崖だ。かなり高い。飛び降りるのは厳しいけど、しがみついていけば降りられるかも。ドクドクドク！おー、いたぞー！やべえ！いや、勝てない、これは。どうやら向こうより仕事が早く終わりそうだぜ、ロック。向こう？ミジュダラが追われてんのかな？であれば、観念しろ、ロック！戦うの？お前はここで、くたばるんだ、ロック！なんとしても逃げ延びなきゃ！自分も！え、戦うのに、お、飛び降りろや！ちょっと待ってな。ってことは、これはね、どうしよう。みんな力玉。弾けた？転がれー！強っ！種食う時間ある。励み食うぞ、励み。励みになる。外れなくなった、俺の攻撃は。強すぎる。負ける気がしない。強すぎる。俺強っ！ぐぐぐぐ。ゲゲゲゲ、ロック。やった。倒したぞ。今のうちに、降りよう。疲れが、足が重いわ。これ死ぬ、絶対。ドクロックドク。逃がすものか、ロック。誰かいないかー、ここに。ダイダラはここにいる、ロック。出た、ドリューズ。無理。新たな敵が2匹だ。何？なんだ？
出た。ボーマンダー？え、しかも敵かよ。ドグドグドグ、いいとこに来たボーマンダー。ダイダラをメタメタに倒すロック。いや、無理やって、マンダは。今、こんなの相手にしなきゃいけないのか。そうでなくとも、かなり体力をもう消耗して、立ってるだけでも厳しいのに。いけ、ロック。嘘。よっと、うお、ゲームうまい。よし、いいぞ。よし、ゲームうまい、ゲームうまい。よしよし。え、ポカも強い、強い、強い。バランスが。何？あ、無理無理、それ無理、それ無理、それ無理。避けられない。くぅ。伏せてください、ダイダラさん。え？誰？全然伏せれない。サンサンドラー強い。全然高さ変わってなかった。このポケモンは？逃げます、ダイダラさん。え？乗っていい背中。いた。うわあ、お前悪いやつや。うわあ、では拾ってくれてありがとう。なんというロック。強、はいや。いや、めっちゃいいやつやん、こいつ。サザンドラ。ありがとう。続きましょう。いや、ダイダラさんってやっぱ初めて出会ったらさん付けするでしょ、みんな。わかるよ、その気持ち。みんなもさん付けしてくれよ。え、一体何が？どうなったんだ？いや、マンダ追っかけ、追いかけへんのかい。いや、マンダは、サザンダラの雰囲気だってもう動けないんだよ。ここは？そうだ、自分は崖から落ちて、そして。ああ、気がついた。よ。うわー、サザンダラだ。ああ、驚いちゃいました？すいません。でも、ダイダラさん食べたりとか襲ったりとか戦ったりとか、やっつけたりとか叩きのめしたりとか、絶対しないんで。絶対。いや、お前、そのなりで気が弱いの、マジで。信じてください。何でもします。え？マジか。そっか、思い出してきた。危なかったところ、サザンドラが現れせ。崖から落ちるとこ助けてくれたような。ああ、落ち着いてくれたようですね。よかった。今まで気を失ってたんですよ。マジか。ゲノウヤさん近くの谷間にある洞窟です。ダイダラさん背負って飛んできたんですよ。ダイダラさん重たくて、おい！いや、もうヘロヘロで、滑空するだけで精一杯でしたよ。それでも私、できるだけ目立たない場所を選んで頑張って飛んできたんです。偉いでしょう。すごいすごい。ここならすぐ発見されることもないでしょう。だいぶお疲れだったようですね。心配しましたよ。でもよかった、気がついてくれて。いや、やっぱりな、じゃないって。体重軽いって、こいつ。マジ失礼だな、お前。ササンドラのイメージがだいぶ違う。わかんなくなってきたよ。あの時見た光景。ねえ、ササンドラがムンナを食べようとしてる時。あの時のササンドラ怖い感じだったけどね。ササンドラは言葉遣いも丁寧だし、恐ろしい感じはしない。あの時はササンドラがムンナを追っていた。だから自分はムンナを助けなきゃと思った。でもなぜかムンナに襲われて、今度は自分を助けてくれたのがササンドラ。よくわかんないや。いや、ほんと意識が戻ってよかったですよ、ダイダラさん。ずっとお会いしたかったんですよ。え？私の声聞いたでしょ？人間の世界で。やだな、忘れちゃったんですか？え？ムンナじゃなかったの？あのメッセージくれたの。待て、人間の世界？ポケモンになる前のあの時のやつ？あなた。今、声を聞いてるあなた。もしかしてあなたは人間でしょうか？そうであればお願いです。私たちを助けてほしい。ポケモンの世界を助けてほしい。お前だったのか。あの時の声か。ムンナだと思ってたけど、実はムンナじゃなくてササンドラ。マジかよ。あ、ヌアターじゃないって。ダイダラさんの夢と繋がったと思ったんですが、でも、ムンナに乗っ取られちゃうし。しまいには私がムンナに襲いかかるなんていう、とんでもなく嘘なものまで見せられちゃうし。あれ、嘘だったの？あの時起こったことっていうの逆？何だったんだろう。何も感じなかったんだけど、サザンドラの声は、助けてほしい。せか。ここまでで終わりで、あ、こっから乗っ取られたんだ。助けて！あ、これか！
で、印象付けたんだね。そうです、そうなんですよ。よくできてるでしょ。じゃなかったらひどい話ですよね。ダイヤルさんがこちらの世界に来てからも、ムンナに妨害され続けて お会いできなかったし、どうしようかと思ったんですよ。でも、ちょっとした隙をつくことで、やっとお会いすることができました。よかった。なんでサザンゾラ俺に助け求めたの？お前一人で行けるやろ。全部やっつけねえじゃん、あいつら。ムンナはなぜサザンゾラの声乗っ取り、嘘をイメージまで見せて自分を倒そうのかしたのか。ねえ。いや、サザンゾラ、そう、世界守れるでしょ、これ。キュレムも頑張って倒せんじゃん、お前。無理か。わかりました。お話ししましょう。なぜ私が人間の世界に、人間であるダイダラさんに助けを求めたのか。まず、実は私、その大事な話の途中で、ボーバンダー？どうしよう。すいません、話は後です。逃げよう。帰るか。サザンドラも元人間とか？向こうは仲間が大勢います。厄介ですね。崖の時に運んで逃げれたとこですが、意外と重くてヘロヘロだったので、飛んで逃げるのは緊急の時だけで。ちなみに私はダイダラさんのお仲間ではないですが、心の波動を合わせることができますよ。あら、チームスキルもシンクロしてます。普通のポケモンとは違うからなんです。いや、お前も絶対逃げんやろ。もうわかったわ。話聞かんでもええでも。なんか重たくてっていうセリフ、いらないでしょ、ほんと。相当失礼だよ、お前。わかってんの？人に向かって、あなたちょっと重たいですね、みたいな。ねえ。俺怒ってるからね、今ほんと。まったく、しっかりしてくれよな。よし。じゃあ、改めていきたいと思いまーす。怒ってんの？めっちゃ怒ってんだよ、俺ほんと。ねえ。ここだよって。懐かしい。俺のマグナゲートではそんなセリフなかったよって。嘘つかないでよ。俺だけ重たかったんですよと言われないでしょ。え、みんなのストーリーはここで、でサザントラがみんなを運んで終わりとか簡単すぎないそれ。さあなんか、普通に道路ありますね。いいですかこれ。よし。ポカブ 9.9 キロ。軽いな、ポカブって 9.9 キロって俺ぐらいしかないじゃん。もう、ダイエットだな、これは。おっと、うわ、横におるな、これ。起きないってことは強いポケモンですね。うわー、なんかいっぱい来たで。とりあえず、にとっちゃするか。えい。竜の息吹。ああ、いいね。ちょ、光合成とかやめろって思う。焼けろ。なんかすげえ、争いが激しいな、これ。えい。神砕く。強いな、お前。あ。よろしく。ゼブライカですね、ゼブライカ。あ、しかも V ウェーブが今、サザンドラの V ウェーブだから、めちゃめちゃ美味しいじゃん、これ。超強い。経験値もクソ高えし。レベル見てみって、サザンドラレベル見れるの？レベル64。バカですね、こいつ。これレベル上げした方がいいんじゃないの？もう。サザンドラで。だって強すぎるでしょ、どう考えても。サザンドラをリーダーにできないんじゃないの？チームメンバーではありませんって言われたからさ。あ、レベルは64で進化するからねって。あ、そうなんだ。みんなポケモン詳しいね。ポケモン博士かな。よろしく。トライアタック。うわー、麻痺したってサザンドラ。やられてるやん、今。よし。えい。おー、ロックブラスト、ダメージはないって出るって、やばいっしょ。経験値300くれんのか。すげえな、よし、よろしく。噛み砕く頭おかしいだろ、強さ。だいたらいらない、いや、いらないでしょ。だって今俺守ってもらう立場だからね。ねえ、守ってくれよ、サザンドラ、俺を。ずっと、どこまでも。よし。もうずっと旅しような、俺と。うわー、臭い香りだ。じゃあ、よろしく。もろばれる。もろばれるっていう、あの耐久ポケモン一撃っていうのが、なんか、とてつもなさをね、物語ってるよね、ほんと。
外すか。よろしく。空にこもっちゃった。よし、じゃあサクサク進んでいきましょうか。ボディーガード、ね、ミジダラ忘れないよ。ミジダラは会いたいよ俺早く。あ、出会ってしまったね。また敵がいるなぁ、いっぱい。倒しちゃうかこれ。サナンドラ主人公なんですね。まあ、主人公でもいいと思うよ俺もう。ぶっちゃけ、えい、よろしく。いやもう敵も戦った方がいいでしょこれ、どう考えても。えい、あ、吠える吠えるはやめて。普通に戦おう。どっちゃ、うまい。いきます。サザンドラいるから強気だな。 そりゃそうだ。技設定できないのって。技設定別にしなくてもいいじゃん。あ、吠えるな、無視しろってこと。で、ちょっと吠えるだけ消しとくか。よし、よろしく。ここでレベル上げまくりはうまいぞ。いやでもそこまでしたら簡単になっちゃうじゃん。俺はやっぱ適度な難易度をね、心が求めてるからさ。くそ、でもこれがゲーマーの差がやろうか。縛りプレイはしたくねえけど。いけ、強い。で、上げすぎたらな、やっぱ簡単になっちゃうからね。俺クラスのゲーマーになっちゃうと、簡単すぎるとね、一瞬で終わっちゃうから。すまんなみんな。おーっと、よろしく。いや、つえ、九州に当たった効果抜群だ。サザンザラの金魚の糞だなって。いや、これ金魚の糞にもなるよ、俺。兄貴、どこまでもついていきやすって感じだよ、今、ほんと。今、レベル低いと思うで。ほんま？まあまあ、いけるでしょ。トライアタックって威力低いねんな。うわ、麻痺しとるで、あいつ。あ、これ、まずいんちゃうか？よし。ふぅ。いや、レベル上げはしないで大丈夫だよ。さっきの言葉遣いのせいで弱そうに見えたけど強いね。やっぱ、なんだろう。いいやつだけど強いっていうのは、なんか最高だよね、展開的にも。さて、ここは、おーっと、またゼブライカだ。ゼブライカがすげえいる。すげえ嫌い。このゲームのキュレム本当にかすいって。あ、そう、弱いんだ、キュレムって。で、外すね、お前。よし。お金もね、落ちてる量が150とかね、高い金額になってきましたね。結構お金がね、余るかもしれないと思った。80いくつだった。みんな力玉、健康玉。え、サザンドラにさ、なんだ？みんな、なんとか玉？使ったらどうなんだ？おぉ。みんな力玉か。最強になっちゃうんじゃねえの？よし。噛み砕くパワーアップした。すげえな、お前。よし。イカだからってスプラトゥーンを連想するのやばいぞ。イカちゃうやろ、いつ。うわあ、もう前も後ろもいっぱい敵いる。やだやだ。よろしく。俺、ここまでサザンドラにやらしていいのかな、ほんと全部。守って。よろしく。守って。うお、3倍速になった、あいつ。え、虫食いはやばいだろ。でもダメージゼロってやばいな。サザンドラさんに文句言うなって、すいませんでした。PP なくなるぞ。PP なくなったら PP マックス飲むよ。大丈夫。死ぬほど働いてもらうから。再起光線効果がないみたいだ。マジ強えな、お前。いいぞ。結構勝てんだよな、ゴチ見る。サザンドラだって壁に、盾にもなってくれるし、何でもしてくれるんだよ。すげえいいやつだよ。